大変甚大な被害でありまして、10メートルを超えるような津波が一気に押し寄せてきたということで、構造物がもうかなりこうやられております。これは石巻線の女川の駅なんですけれども、気動車がですね、250メートル以上山側にこう流されて、15メートルほど高いところに、引っかかっていたと。もう津波の破壊力というのはもう非常に恐ろしいなと思っております。これは常磐線の新地駅なんですけど、私が管轄していたところで、ここに、この折れ曲がっている列車に、お客様と一緒に地震の直前にこの新地駅で止まってですね、で新地駅で地震が来たと。でお客様はたまたま乗り合わせていた地元の警察官の方に、お任せをして安全なところに避難をいただき、で乗務員は列車の中に残っていたところを津波が押し寄せてきて、一晩この跨線橋の上で、乗務員は過ごしたんですが、被災した鉄道の状況ですけれども、大変大きな被害で、その中でも特に津波による被害が、非常に大きく、これは、その現地で復旧できるのかどうかということも含めてですね、まちづくり、あるいはその行政、政府との連携が非常に大きな課題となりました。で、原子力発電所の事故については、経験がない事態ですので、いろんなことを模索しながら、いろんな方面にご相談を、ご指導いただきながらですね、取り組まざるを得なかったということであります。鉄道を復旧するにあたって、当社としては、この4つの点をに主眼を置いて取り組んでまいりました。1つは、何といってもお客様の安全の確保であります。L1、L2 と定義されておりますけれども、少なくとも L1 レベルであればですね、何らかの物理的に安全になるような対策を取りたいと。それから、L2 に対しては、これはソフトというんでしょうか。構造物が壊れてもですね、安全に逃げられるにしようと、そういうことを考えたわけです。それから、地域の自治体も被災した場所でそのまま復旧をするということを望んでおりませんでしたので、そのまちづくり計画と全く無関係に鉄道を直していくということは考えられない。選択すべきではないと考えましたので、各自治体と個別に作成している計画、こういったものを教えていただきながら整合を図っていくということを考えました。これ漫画的にこういうことをいろいろお示しながらご相談をしたんですけれども、防波堤あったところでももう被災をしてしまったので、L1 津波対応の防潮堤を作っていただくのか、L2 が来た時には逃げられるようにするのかですね、こんなことをご相談をしながらやってまいりました。で、もう一つ課題になったのがですね、常磐線、仙石線は非常に多くのお客様に使っていただいてますので、これはやはり鉄道が最もふさわしいモードだというふうに我々も判断しておりました。ところが、気仙沼線、大船渡線、山田線は、JR になった以降の、輸送量が半分以下、ひどいところ3分の1ぐらいになっている。震災復興にあたってですね、いろんな方からいろんなお知恵を拝借いたしました。将来にわたってもっと利便性が高い地域に受け取る、地域の方が使っていただけるような形で、より改善した形でですね、復旧を目指すべきではないかと、いうのが、外部の有識者の方から、そんなお知恵を拝借したわけです。北部の3つの線区につきましては、先ほどの常磐線、仙石線に比べて、被害が非常に甚大でありました。ここは現位置で、鉄道で復旧をするのは非常にリスクがあるということで、さまざまな課題がございましたので、この BRT の導入ということを地元自治体と協議を始めたわけです。
もうそれぞれの自治体にそれぞれの事情がありますので、そう簡単に鉄道いらないよと、もう BRT でいいよというふうに受け入れていただくことはできませんでした。やはり、我々としても地域の方が納得をしていないのに、もうこれしかできないということも言うべきではないと思っておりましたので、まずは当面鉄道で復旧するには相当時間がかかるので、まずは仮復旧ということでやってみませんかということで、BRT をご提案したわけです。で、まあ、これイメージ図ですけれども、まあ、下商店街が移ったところは新たに BRT のルートを作るとかですね、混雑するところは専用道路を作るとか、仮設住宅ができたところには新駅を作るとかですね、まあ、こういったことを順次やってきたわけです。地域の方からも、もうこれは鉄道よりも BRT でいいんじゃないかというご判断をですね、2015年の12月に、していただきまして、まあ、これで我々としては BRT を本気復旧という位置づけにさせていただいてですね、気仙沼線と大船渡線には復旧が一段落したというふうに認識をいたしました。それからもう一つお話しておきたいのは山田線でございます。山田線は盛岡から釜石までの線路が当社の山田線でした。で、北側に北リアス線、南側に南リアス線とありまして、これが南北リアス線で、三陸鉄道さんが第三セクターとして、経営をされてきたわけです。山田線についても我々気仙沼線、大船渡線と同じように BRT での復旧をですね、何度かご提案を申し上げました。当時道路がですね、宮古と釜石結んでいる道路が非常に立派な道路もあって、バス便もまあ非常に本数が出てたもんですから、まあ BRT ならいらないんだという、まあ、そういうご回答をいただき、じゃあ鉄道で残すにはどうしたらいいんだろうというような話をですね、一緒になってこう議論したわけです。持続性が高くこう使い続けてもらうには、やっぱり地域の方々が自分の鉄道だと思っていただけることが大事ではないかと、この JR が復旧をし、一定の、まあ、運営費をセットでつけてですね、三陸鉄道さんに移譲するというのがこの地域にとっては最もいいんではないかということに地域と、まあ、合意したわけであります。まあ、枕木なんかも木枕木から PC 枕木にするとかですね、コンクリートを打ち替えるとか、まあ、そんなことをいたしました。9年間かかりましたけれども、この常磐線の原発エリアです。ここは復旧はとにかく除線につきます。この黒いラインが2015年の7月、まあ、本格的に除染をしようとした時の放射能のレベルです。空間線量で、1時間あたりのマイクロシーベルトで表しています。1時間あたり23マイクロシーベルトぐらいでしょうか。で、ここに 3.8 マイクロシーベルトっていうラインがありますけれども、これが避難指示解除の要件がこの緑のラインなんですね。で、この2015年時点で、除染をすればこの赤いラインぐらいまでいくんじゃないかと。実はこういう除染をしました。路盤をすき取ったりですね、バラストを交換、枕木交換、まあ、こんなことをすると、そこに付着している放射能が除去されるということで、こういうことをするともうこういう赤いラインまでいくんだろうなと、まあ、こんなことを想定しておりました。こういうふうに全部路盤を突き取ってですね、で橋が落ちているところもありましたので、そういったところも復旧をして、2019年秋にはですね、
この予想をはるかに上回ってですね、2.5 マイクロシーベルトぐらいまで落とすことができました。で、おかげさまで2020年3月に全線が通ることができましたし、で、これからなんですけどね、これから、まあ、復興の第二ステージということでありまして、まだまだ線路が通っただけ、道路がよく改善され、まだまだ復興のさなかで、地域の方々はお戻りになっていません。これをどういうふうにして、この真の意味での復興、地域の方々がまた元の生活を取り戻すにはどうしたらいいのかということが、我々の大きな課題だと思っております。まあ、各産業が人口が縮小している現状で、震災に遭いましたので、放置するとですね、この過疎化とか衰退というのは加速化されるわけです。これやっぱり食い止めて、できれば前線にわたって前よりもっと良くなるというのはなかなか難しいかもしれませんけれども、特色のある特徴のあるまちづくりをしてもらい、やっぱり交流人口が増えていくと、で結果的に定住人口も増えていくという、そういうことを取り組むのが当社の役割ではないかなというふうに思っております。福島県の常磐線に限らずですね、被災地と東北に対してはこれからも我々注目をし、一緒になって地域の活性化をしていきたいと思っております。